皆さん、はいさー、ここは沖縄です。家族旅行で新車のラブ4を2泊3日レンタルしました。長期間ラブ4を使ってみて、フォレスターの乗り換え候補になるのか確認してきました。前回はラブ4特別使用車アドベンチャーオフロードパッケージ2のエクステリア・インテリアを紹介していきました。今回の動画はラブ4を運転してフォレスターと比較して気づいた点を紹介していきます。皆さん、こんにちは、ジェイカムです。私はフォレスターの動画、そしてこの新型308の動画、またキャンプ、スノボといった趣味の動画や生活スタイルの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。今から旅行中どれぐらいの平均燃費だったかを確認していきたいと思います。最初はノーマルで、ノーマルモードで出発します。 ADAS ラブ4は1キロずつこういう形で変更可能です。ここがフォレスターとちょっと違うところですね。フォレスターは5キロ単位で変更するんですけど、1キロずつ、はい、今モニター見てます。右側にですね、私の Bluetooth で接続している今音源が流れている状態なんですけども、ちょうど今ベイビーメタルのドキドキモーニングですね。ありがとう。カリーシオーシャンスパに着きました。夜の感じはこんな形ですね。ここのプッシュノーマルところです。今少なってて、今着いて、今リッター 16.0 キロですね。今日1日走って 16.0 キロでした。まずこのラブ4良かった点は1個あります。何かというと、この肘掛けからシフトレバーまでの距離がすごく私にちょうどいいです。28度ですね。28度です、沖縄で。今なんだっけ、シートベンチレーションを使ってますけども、ちょうど背中から足、この太ももまで使ってますが、私はこの太もも部分が涼しいのはいいなと思いましたね。私結構暑がりなので汗かくんですよね、運転してたら。でも今汗かいてないんで、ちょうどこの太もものシートベンチレーション機能はいいと思いました。ヤンバル国立公園、あ、そう、ヤンバル国立公園、ここに来ました。ようやく今ここ、今から来ましたって感じだね。巡回してるこの50キロ60キロぐらいのラブ4の安定感は気持ちいいね。眠くなるけどな、運転してたら眠くなるけど気持ちいい。おお、すごい景色やな。沖縄の今どこら辺だろう。結構今北部に来ております。あとやっぱりラブ4いいなと思うのは、この守られてる感かな。本当に安心感のある車に乗ってる感がありますね。フォレスターの方がもっとスポーティーでグイグイ行ける感じなんですけど、目的地はこのヘドっていう場所ですね。ここでパワースポットに向かっている最中でございます。すごいよこの岩。おお、なんか車が来てんのかな。おお、すごい、なんじゃこれ、すごいねこれ、何これ。おお、すごいね。運転的のラブ4の安定感はいいね。眠くなるけどね、本当眠くなる。正解はスイスでした。ほら、スイスの大変なバッハの時に、ね、すごいな、いい景色だ。岩のね、ね、いい感じやね。おー、すごい気持ちいいね。すごい気持ちいいじゃん、夕日の感じが。沖縄だよこれ。いやー、安定してて眠くなるなこれ。安定してていいね、沖縄、綺麗な海でリラックスしてますな。かなりね、かなり精神が緩んできた。
ター平均 14.5km 走りました。レガシーので気になる点はスバルのフォレスターだと走ってて止まりそうな場面では運転の上手い人が止まるような止まり方をしてくれるんですけど、このトヨタのエーダスは急にガンガンと止まるような場面に出くわします。ここはスバルのフォレスターの方がいいと思います。おー、なんかスピードが呼吸前ちゃん、なんか偉い世界に紛れ込んだみたいになってるね。すごい、なんかくねくねしてる。うわ、なんか蛇みたい。これ蛇みたいじゃない？怖いね。なんかこの岩すごいね。なにこれ。どうぞ。 Here we go。 なにこれ、面白い。雲、本当だ。何これ、面白い。すごい、なんかすごい場所だけど、すごい。おー、開けたところだ。来た、ようやく来た。すごい。おー、来た。すごい、なんかすごい。おー、すごい。おー、みちゃん、すごいね。おー、すごい、いいね。あー、すごい気持ちいい、気持ちいい。あー、すごいね。あー、すごい。あ、見て、みんな12番の子。あー、美味しかった。なぜか黄金。おー、やっぱなんだろう、沖縄の海の青の感じがすげえいいな。おー、すごい、なんかいっぱいなんか落ちてんね。そうだよ。オッケー。面白い。ね、面白いね。
綺麗よね、水が。あ、気持ちいい。何を？アリビラホテルです。注意発令中。ちょっとね風の雰囲気は、ね、今とりあえずこんな感じです。いいね。パラソニングやってます。あ、まーちゃん前の前が橋が見える。すごい。旅行プジョーが気持ちいいね。ボーイズゲル昔のプジョー気持ちいいね。綺麗やね。いいね。いいね。おお。ここ海の、駅だね。うん。で帰りに寄っていこう。そうしよう。おいいね。おお綺麗やね。見たあまいちゃん。すごい景色が。おおすごい。おー綺麗。池江島に渡るための橋。シーサーがいる。かわいい。ここほら、めっちゃこっちがすごいよ。ほら。おー綺麗やね。かっこいい。池江ビーチ。すごいね。むっちゃ綺麗じゃん。すごい綺麗。綺麗だね。むっちゃ綺麗。おおすごい魚が、ほらほらほら魚がいっぱい来たよ。ここだ。ジャンボステーキハウス。私はフォレスターの動画やスノーボードの動画、またキャンプの動画を撮っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。